面玄関で10分待ちます。来るか来ないかはあなた次第。待ってくれ、僕はここにいる。夫婦のことは謝る。僕がいればいいだろう。10分、予定より10分早く直せ。ピトーは戦慄していた。この場がどうなろうと構わないとプフが判断し離れたことにも少なからず動揺したが、それ以上にプフの挑発を意に介さず時間の短縮を告げたゴンを恐れた。時間はどれだけ待てばいい？完全に回復させるには3、4時間はかかると思う。ダメだ、待てない。1時間あれば重大な危機を乗り切れるところまでは直せる。当初小麦を守り完治させたい一心からピトーは手術の時間を意図的に多めに申告し、ゴンはそれを拒否した。それによって二人が合意した1時間は実はピトーが小麦の状態を見て完治にかかると踏んだ時間だった。しかし幾度かの経験でドクター・ブライスの技術は成長していた。治療しながら10分は早められるかもしれない、そう思っていた矢先であった。偶然かもしれない。プフの去り際のセリフにゴンが同調しただけの可能性が高い。そう思いながらピトーは不吉な思いを振り払えずにいた。命がけになる。出ないとこいつの牙は王の喉元にも届きうるかもしれない。